お疲れ様スロットです。今日ですね、こちらの新環境おすすめキョスケロイフやっていきます。ということで、まあ、大人気デッキのね、キョスケロイフ、いろんな方があるんですけども、まあ、それの今の環境バージョンってことでやっていきます。で、注目ポイントは、スケドラと、まあ、ヒーラーですかね。はい、ここに今強化されたんですけども、スケドラがね、結構強いね。なんかほんといろんなデッキのソロワーク、コウモリがスケドラだったりだとか、まあなんか、入ってきてる気がしてます。はい、HP が 5 点ちょっと、はい、上がって2点の間隔が広くなったんですけども、やっぱヤナアメザップだってヤナアメレイジをね耐えるっていうのがまず強くて、まあ、あとはスケドラってなんか無視されがちなカードだったんですよ。まあちょろっとしかダメージ受けないしみたいな感じだったんですけど、なんか打たれ強くなってるんで、なんか無視するといやお前削りすぎやんみたいなことがねよくあります。はい、なんでスケドラは今シーズンね、いろんなデッキにちょくちょく入ってくるかなと思います。で、ヒーラーはね、まあなんかスケドラとかザッピーが、まあ削られて、まあなんかやられそうだなってところを回復してあげたりすると、もう自己まみれです。はい。ということで、まあ、意外とこのヒーラースケドラ、ヒーラーザッピーの組み合わせがね、いい感じということで、遅延スケラっぽい顔をしてますね。これね、やばいかな。スケラ打たれそう。ザッピーで頑張って、なんか呪文打たれたらヒーラーで回復もできたんで。よし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 。はい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 。これね、悩むね。ポイ打たれそうかな。でも、回復しちゃいます。あまり。うっ、お願い。トルネガールか。いやーこれでもさ、ヒーラーの回復で自己ラン。いやヒーラーもいるし、ちょっといいロイフじゃない。いやめっちゃいい。その墓石やばい、良すぎる。ヒーラー回復しろ。うわー惜しい。いやロックスロイフやめとっか落ち着くか。いや意外とスケドラスケラの受けもちょっといいので悪くない。いやここさぶっちゃけ行ってもよくない。ダメかな、施設がないんで。よしよし、確実にね、この序盤でダメージを稼いであと逃げ切るプラン。スケラ打たれたらね、スケドラで頑張りたい。で最悪ヒーラー落として回復もできる。おこれ、おいおい、回復してザッピの竹で変えて、うわめっちゃいいヒーラー。さあ素晴らしいが、まあ、樽がコロコロ来るかな。はい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 、墓石ね。まあ1400削れるかね、ちょっとまだ難しいとこではあるけど、まあ大丈夫だと思いたい。えぐいね、めっちゃ来るね。落ち着いてね、無理はしない。でここで回復してあげよう。よし、え、これ熱い熱い、宝石が俺の味方してる、完全に俺の味方してる。いやこれ悩むね。一回ブラフの逆行ってからのこっちか、なんかそんな感じがしたっすよね。で気持ち程度の矢波打つ。いやもうすんごい、これギリゴリやんいやこれデッキなんか、え、可愛い顔しておしゃれなね、ロイフミラーみたいな顔してるけどギリゴリですこれやばっさあ、デッキバーをかなり感じます。ヒーラーの回復でライブぐっちゃぐちゃになってましたね。いやこれちょっと熱いぞこのデッキ。まあなんかミラーは正直マザネクとかでもいい気もするけど、まあなんかミラーあることによってね、よりおしゃれにね、エリゴレっぽくないエリゴレではないんですけど、エリゴレとなんかぶっちゃけ同じでしたよね、雰囲気はね。いやこのデッキ熱いぞ。まあなんかエリゴレとかゴレにはね、キョスケあってトリトンで金機能もあって、あの大型系にも戦えるっしょ。でまあぼちぼちいるロケコにはヤナムトビーだけなんで、これは親衛隊か。いや相手のデッキがわかんないっすね。アチャクイギャングか、メガナイトパタかな。ちょっとここは、おぉ、てか、あちが13だ。キョスケギャング、まあ、キョスケ対決ではある。
って何なんだろうね。ちょっと間のデッキは分からん。ちょっと待って、暇なんで。いや、斜めで。何これ。ちょっと待って、マジで分からん。何これ、スケ、いや、バルーン、なんか謎ではあるな。まあバルーンなのかな、やなめだしね。キョスケバルーン、これちょっと戦い方難しくなってくるね。相手の圧着位がだいぶ嫌。お、美味しい。もう一枚いるよ。はいはいはい、相手のフェニックスね、ちょっと厄介っすね、俺からすると。気をつけちゃって引っ張って、ヒーラーお帰り。いや、これいい流れじゃない。ザッピーマンだね。いや、さスケドラセパー、フェニックスがちょっと強いね。うっ、卵残った、やばいやばい。これ姉妹キョスケバラフリーズで終わるなこれ。いや、スケラなんかい。いや、スケラはスケラでやばい。危ない。いや、パッキンされなかったらマジ救われてる。いや、この世で世界一無駄なヒーラーしてる。やべえ、助けてー。よしよし、いや、耐えればあるぞこれ。これ逆行った方がいいかも。いや、呪文打たれるかな。一体だけ連れていこう。え、てか気をつけか。え、なんで相手の気をつけ。うわ、なんか相手この後ろから垂れ流しやっすね。めっちゃ垂れてる。いや、逆もちょっとやばいね。逆の方がマジやばい。絶対逆の方がやばい。相手気づいてないけど痛い。痛すぎー。マジや、初めて見るこんなデッキ。クララ6年間7年間ぐらいしてますけど、こんなデッキ初めて見たっす。ヨスケフェニーこれなんだこれっていう。うわー、これもう一回やったら勝てそうだな。330さ、耐えれねえよな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、マジ。いや、全然そんな感じじゃなかったけど勝ちました。キョスケツケラフリーズ、ほーん、覚えとかんとこ危ないですね。だいぶ初見殺し感がね強かった。わし、なんで勝った。謎勝ちだ。最後耐えた気持ちで。マジで謎勝ちしたな。意味わかんなかったな今。本当に気づいたら、いや、でかいね。でもミラーロイフグでちょっと流れ変わった感はありましたね。よし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 。まあミラーすけど、なヒーラーミラーはね、刺さればすげえ強そうですけどね、あんまやる機会はなさそう。うん、さあ相手マッチ、これサクならなんだろうね。スケドラセパ意外と無視しにくい。うお、アイスイズ、いや、アイスイズちょっと多いんですよね。スケラか、まあゴレか変なの。
何でもある。これはアイスイズもねラッキー強化食らったんでね、召喚時の範囲がねちょっと増えたんですよ。絶対いらない強化だったと思うんですけど、それによってちょっと万能になってる。いやーこれねインディーいると思うんだよな。これ逆サイロイグでもよかったかな。ちょっとうざそう、爆破で。いやこれやべえ、バルキリーいるわ。バルキリーボーラーだ。あのバルキリー近畿できたガチ天国ですけどね、無理かな。さすがに無理くさいけどな。無理でしたね。いやフリーズもあるんですよねこれ。うっ苦しい、これは苦しいぞ。まあ勝ち筋はねなんだろうねなんだろう、マジむずいね。ボーラー、バルキリー、インドラ、すべてがちょっと吐きそう。アイスイズバルキリーでした。いやー無理無理無理、バルキリがバルキリーボーラーやばいな。ヒーラーの回復事故ぐらいあればトリトン欲しかったな。これ守ればワンチャン。一応耐えた。これボーラー来ねえかな。ボーラーだけ勝ち筋。いやマジワンチャンない？いやワンチャンすぎるかな。いやートルネフリーズか。間に合え。もう一枚とかだったら。スキラからの、え、マジだ。あー。まあ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 。仕方ないね。まあインドラをスタンできたらたら使ったけどね。さあよろしく。まあなんかマザネクの数とかもあるんでね、そこそミラーをマザネクとかでもいいと思う。うん、おーガゴ、なんか嫌な顔してるっすよね。ラバルガゴガゴみたいな可能性は高い。あこういうのピン、ヒーラー前の方が良かったかな。ここ熱いぞ。あースパキーガゴガゴですかね。じゃあそちらさんですかね。まあめんどっちいねおいやこのザップはいらないっすね。ありがたいニアードです。まあスパーキーですからね、ガゴガゴの、まあ、そうなりますよね。いやこれ怪しいね。トリトン欲しい、めっちゃ撃たれたらさすがにダメ。いやーオッケーオッケー、はい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 。いやまあ耐える耐える、ミニペッカ来るやめてガゴガゴね。いやスケドラちょっといいな。ガゴにさホバだったらちょっとボコスケいかれるんですけどね。スケ
ってくれはちょっとありがたい、そこに関しては。あと相手のヤザップで耐えるんで、それもちょっといい。まあ我慢できず出しちゃうよね。うわー、そういう感じ。これはねマジ良くない。あ、今のもマジ良くない。うわ、今持ってね、絶対耐えれてた。でもワンチャン耐えれそう。やべえ、これ何を生贄にする。うっ、やばい、連続発射タイム来る。うっ、え、これ止まんねえかな。マジ奇跡ないっすか。やめて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 、あぶねえ。いやー、ミラーか、さっきミラーか。まあでもなんか巨スケスケドラプラス、まあトリトンかなんかその辺組んどくと、やっぱ防衛やりにくそうっすよね。スケドラマジでなんか強くなったな。成長した、出世してる、しすぎてる。うん、平社員から部長ぐらいまで鬼の昇進してる気がします。さあヒーラーもなんかね地味活躍してる気がする。悪さしてる。あー、めんどくさいね。アイスピか。あ、ちょっと色服じゃない。違いました。んー、ホグか。お、キョスケもうちょっと頑張ったら熱かったな。あんたザッピーでやれる奇跡がないかな。さあ、え、5ミニペオグ、これなんだ。ミニペスケドラ残ってるなら、ちょっとロイグ行っても良さそうでしたけどね。ロケか、まあなんかがあるかな。アイゴレちょっとやだな。難しい。キングギドしたい。いやー、全然全然、これはもう超良くて、まあ、ちょっと重いねマジこのデッキ。重いから一旦我慢。自分からあんま攻めすぎるとね、いかれちゃうかもっすねこのデッキは。ちょっと逆サイドも警戒したい思いがあって、スケドラセパ。これでさ、あの姫様やぶってるやつやっちゃって。いや、いいね。いや、もう一回待つか。ミニペがね、地味に防衛で厄介だ。ロケ来るかな、これ。あー、お、ちょっとうざくない。いやー、ロケか、しっかりね。え、でもなんかいいよ。スケドラか、スケドラが頑張れる。今スケドラなんだよな今シーズン絶対。いや、しかもアイゴレだから、何もただただ回復させてくれてる。優しいなお前。いや、ヒーラーで勝てそう。いや、このセパスケドラもうざいぞ。スケドラマジうざいんだろうなスケドラで、スケドラがやなめ、おい、やなめけんない。気づいたらね、相手事故ってました。はい、ヒーラースケドラです。これが強化された恩恵です。いや、マジラッキーだな。別に今のヒーラーとか今まで通りか、変わってねえわ。
ケビン、ホグとかロイ・ジェイ・ファイブのイメージがありますね。ケビン・アールエイ。さあ、あーまあこう書いてるんですね。ロケコがいそうだな。そうなるとスケウッド、おーロイ・ジャイ、めちゃめちゃロイ・ジャイ。ファイブかな、ライトだったら幸せですけどね。まあ一回あの呪文チェックしますか、固めて。これでさすがにファイブだったら打ってくると思うんですよ。打ってこなかったらライト、打ってくるんですよね。まあでもここは一回スケドラでね。ヒーラーもあるんでね。はいはいはい。なんでえぐい。いやでもカウンター用ね。いや生まれるんかい。これさ、なんか言ったら事故ってくんね。あー強っ。もうおかしいやん、意味わかんないし今の。今のやばいな。さあということで、まあ難しいね。ファイバーなく打たれたら通んねえし守れねえしってとこですけども、まあスケドラを先に出した方がいいかもね。でスケドラにファイブを使わせてザッピーあれば守れるみたいな、が理想かな。悩ましい。やってみる逆パターン。マジそれやん、それしとけばいいと思ってる。ウッド系来ても回復できるし、一旦飛ばしとくと暇なんで手札。いやー近畿ね。いや近畿ミスってる、でかすぎる。私もトリトンでさ、ジョスケなんかめり込みそうでね、だいぶ。お前え散歩しすぎじゃろあいつ、天才。あいつよかった、お前はスパイだったぜ。いや、そっち引っ張られるのは違う。いや、これマジロイブ行きてー。ファイブ誘ってもよかったけど。お、使ってくるの熱すぎる。めちゃめちゃロイブ行きたい。いやーまあこれでファイブ使わせてね。いや全然可能性はありそう。お互い無理しないっすよね。これ逆サイキョスケとかもちょっとあんのかな。これでいい。いや、あそこのレベル15の鳥がやばい。これもう一周あるな。絶対これや。絶対これや。うわー苦しい。わあそれやばい、インチキ。いやマジインチキすぎん。このロイ止まんないみたいなとこある。いやお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 や、いろんなところにユニットが散らかっておりましたね。ナイス。